足津ズ・彦7月17日から1992年6月10日は日本の浸透家、民族派の論客としても著名であった。足津ズ・次郎の長男として福岡県箱崎に生まれる。足シ家は箱崎グルの鮭の一つである大臣家の末裔であり、おじである和室ツ・ア作りは道宮の宮司であった。1922年東京府立第五中学校に入学。この頃から 社会主義に憧れ、関連する書物を読みあさったという。周囲はこれを心配し、卒業後は国学院大学に進んだ。別に東京外国語学校にも入学するが、いずれも退学した。1928年には福島高等商業学校に入学するも翌年退学。この間、社会主義から父と同じ再生一致の天皇国日本実現を理想とする。 伝統保守の尊能神道へ転じた。1932年、父の営んでいた事業を継いで、社寺公務所の代表として、神社建築業に従事する。この時期、東山三鶴や今泉定助、高山登、小形武虎、内田良平、井上高ロラと交流を持ち、太平洋戦争が始まる前は、この戦争を、引っいの戦いであるとして、反対運動を行い、 開戦後は開戦の象直に示された、やむにやまれぬ、独立国としての存続を確保する、戦争目的のみを守り続けることを主張するなど、独自の政治的活動を展開した。戦時中には、日本の同盟国であった、ナチスドイツや、東条秀樹内閣の政策を批判する論文が、発禁となり、逮捕されたこともあった。戦後すぐ会社を解散し、吉田茂、宮川宗則や、 徳川宗義らを補佐し、神社本庁の設立に尽力し、さらに本庁の教学広報の一環として、神社新報が創刊されると、主筆と共に発行母体の神社新報社の経営も引き受けた。1968年の退職後も執筆活動や工学の指導にあたり、国体五字、神社五字運動の最前線にあって、新党会や民族派運動などに、 大きな影響を与え続けた。一方で、戦時中自らが批判していた、東条ら永久戦犯の合詞には敗戦の責任から疑議を呈していた。1992年、鎌倉市の自宅にて死去。去年82、阿室との論争の経験もある。橋川文造は、阿室を保守派中の先鋭なポレミストと評した上で、その天皇正論を、 伝統的右翼者流の水準を超えたものとして注目されるとし、天皇制の問題を欧州制実装置の研究を背景とする、比較制度論的見地から捉えようとする、いわば国体論の開かれた形態を追求する点が特徴であるとしている。朝鮮文化にも造形が深く、日本統治時代の朝鮮における独立運動家だった両運教とも交流があった。戦後は、 思想の科学編集者でもあった、一井三郎や鶴見俊介、論客、竹内よ美などとも思想的立場を超え固有があり、同志にもしばしば寄稿していた。大見は奈良太郎、ありがとうございます。